村様と谷井です。そして宮崎ゆきです。野崎渚です。ゆずきです。みんな合わせて仲良しさんです。イエーイこんばんは。今日はですね、ゆずきちゃんが今プロレスラーを目指しているのを先ほどお伝えしたと思いますが、私たちもさ、はい、プロレスラー目指してた時期あるじゃん。ある。その時に辛かったこととかさ、逆に楽しかったこととかがいろいろあると思うんだけど、今日はその私たちの思い出を新人ゆずきちゃんに聞かせてあげて、今後のね糧にしてもらいたいなという回です。はい、はいはい、ありがとうございます。こんな貴重な機会いただいて。はい、あれにしようか。練習で一番自分がきつかった練習。この練習、ゆきちゃんもう練習始めてるから、はい、分かんないこととか言葉とかがあったら遠慮なく聞いてください。分かりました。はい、はい、どうしよう、なんか決まった人から挙手してね。はいはい、はい、あ、早い、あ、はい、お楽しみ。2人は全日本女子だったでしょ、うんうん、私は JWP だったから、うん、よくさ、あのさ、ローパークと受け身のやつあるじゃん、うん、3分間の受け身だ。そう、それを、それなんだ、それは、あの、私 JWP の時は、うん、1分ロープワークの、うん、だから7人だから、その時が、うん、1人で1分ロープワークをやって、うんはい、降りたら下で100回スクワットっていうのがあって、だから7分はあるんですよ、うん、回ってくるまで。だからそれまでに、回ってくるまで、うん、そう、うんうん、スクワット終わらせなきゃいけないっていうのを5本やってたの、ま、毎日。え、すごい。そうだから、それで自然的にさ500回はやるんだ、うん、スクワットね、うん、とあとはあの3分間の受け身だけっていうのがあったの。へえ、それつらかったね。え、めっちゃつらい。辛いね。しかも毎回やんの。そう、若手の頃は、なんかどうか忘れててくださいって思うよね。どうか今日先輩忘れて今日は終わりって言ってくれるって思わん。それきつい。それきつい。それである先輩が、うん、1分のロープワークってもうさやりすぎてるからどれぐらいで何分か分かるんだけど、うん、1分って言って1分半にしたの。うん、でこれで慣れれば1分になって楽だろって言われたけど、うん、殺すって思ったよね。分かるわっていうね。気づくわ、気づくわ。いやー、それがもう単体でも今めちゃくちゃきついっていうふうに思っている段階なので、うん、それがまた連続ってなることは今は想像できないですけど、体力作りをしていって、うん、すごい練習の参考にさせていただきたいと思います。すごい。ありがとうございます。すごいね。それはきつい。次。はい。私はスクワットで、うん、手をつないでのスクワット。あ、仲良しかな。あ、嫌だよ。で、遅い人とこうなるわけよ。引っ張られるんだよね。こういう状態で、手つないで。こういう状態で。1、2、3、2、3、3、2、3。もう遅れてるよ、引っ張ってる、引っ張ってる。3、2、3って何ですか。はい、はい、はい、せーの。ピョンピョンしゃがむ、うん、そう、あれつらいんだよね。辛いんだよね、うん、確かに辛かった。最悪はね、はね連帯責任だもんね。そうそうそう、分かる分かる分かる。もただのスクワットよりも精神的肉体的負荷がどっちもありますよね。タヤシスクワットっていう名前もやる。私その名前初めて聞いた。本当？でも仲良しスクワットですね。もし今後練習生が増えていくってなった時には、ゆくゆくは仲良しスクワットが始まるのかね。待ってるんでしょうか。やろう。やろう。毎月スクワット増やしてやってたよね。あ、やってました。ネオの頃。100からスタートしたら110、120、1000まで行きましたからね。おお。言い出しって毎月増やそうよって言って、で終わったらみんなで手つないで、あ、やばい、これ覚えてる、マイムマイムみたいに、それが終わったらみんなで、うわーってなるの、わーってする元気残ってますか、よよしながらそれも含めて、それが楽しみで達成しようって思ってる。田村さんと谷、野崎さん何かありますか。練習なんかこれがきつかったっていうよりも、まあ、同期と一緒に練習で
体格差がやっぱあったので、うん、それがトータルできつかったなっていうのがあります。なんか肩車してスクワットとかも自分は軽いから向こうは楽でも私は向こう重いから大変とか、そういうのが泣いたら泣いたで外走ってこいって言って一周させられてで戻ってきてまた練習とかがもう本当地獄でした。私はもう100発投げ、投げがもう本当に苦手で、地方巡業の時に、ねね、起こる現象なんですよ。現象というか10人の先輩たちが集まって1人を10発ずつ投げてくるのね。私はもう投げられ続けてるから、はい、なんていうの50、60になるとヘロヘロになるけど、先輩たちは10発投げたら交代するから元気で、100発投げはすっごい大変だった。ロープ振ってね、キックとかされるんだよ。そう、ロープ振って投げてよと思う。あれじゃない、すごい。あれってでも多分その先輩たちの中でもこう何年先輩とかがあるから、そこでだらけたことをするとその人も注意されるんじゃないかっていう意気込みもあるから、めっちゃ気合入ってんだよね。はいはい、すっごい気合入ってて恐ろしかった。甘やかしちゃいけないっていうのが、そうあ、それはどういうふうにロープに投げられるかとか、そういうのはランダムなんですか？ランダム、ランダム。わあ、そうなんですね。何されるかわかんない。どれほどヘトヘトになっていても試合中とかでも受け身が取れるように。そう、今ゆずきちゃんが練習してて辛い練習何？自分は一番辛いのは体重がもともと90キロの状態で練習が始まったので、やっぱりこうスクワット系とか、あとは1キロ走ったりとかっていうので、もう膝が笑っちゃって、その後の練習に支障が出るっていうことがすごくあったので、首トレとか上半身系よりもやっぱり足への負担が今は辛くて辛いですね。足の筋肉痛が一番しんどくて、はい、そうなんですよ。足が本当膝が上がらなくなるっていうようなこともありますし、はい。でも今言った首押しもめっちゃ辛くなかった。辛かった。よっちゃんの首押し嫌だったでしょ。はい、地獄でした。ね、千原も言ってたの。田村様の首押しトレーニング超怖かったですよ。自覚が。どういうふうに嫌だったか言ってやってよ。どういうふうに、でも全員先輩全員怖かったんですけど、うん、田村さん圧が。容赦なくて、もう下までついちゃったらもうゼロからになるので。耐える時間が長いという長いなぁ、タムレンかみたいな、はい、上げるに上げれないとか確かに最初首トレとかも10回って聞いた時にこんなに少なくていいのって思っちゃったんですけど、その1回の時間がやっぱりとてつもないなっていうのがあるのかな、きっと、と思って、長いよね、はい、チャンネル登録よろしくね。この練習好きだったみたいな、得意だったとかでもいいよ。みんながきつかったかもしれないけど、私意外と平気でしたみたいな。はい、あ、早い。私は辛かったけど、うん、3分の浮き身得意だった。めっちゃ羨ましい。すごい。辛いんだけど、なんか別にすごい嫌だけど、うん、多分得意な方だった。なんかさ、私覚えてるんだけどさ、ネオの合同練習の時にさ、私とかミヤとかってある程度ね、もうキャリアが行ってたから3分の受け身とかってやるのって野崎とか優希とかの代ぐらいから下だったんだけど、私たちが休憩時間に他の場所で遊び行ってて、休憩時間が終わっても戻ってこなかったんだよね、はい、そしたら三田さんがさ、超激怒してさ、3分間の受け身をそこでやれって言われてさなんかよいしょーと、よいしょーとそういう切なくやったけど、そういえばなんかあはいみたいな感じで、私もそう、あ、うん、はい、切なくこなして悪いとも思ったし、うん、やりますみたいな。やったけど私はもうなんで今やんなきゃいけないのよっしゃーとかそうやってなんかもう絶対に休憩時間守ろうと思ってあれノーザーとか見てどう思ったの？切ない、切なかった、はい、なんかいつもエバってる先輩たちがさそれより先輩に怒られてさ、受け身取らされてもよいしょとか言って見るに見えない見てられないよねそうだよね、下見てます早く帰ってこいよ時間を守らなきゃいけないんだなと思ってそれを思い出しますよ。難しい。他にいますか？はい、あ、はい、前受け身の
あの人がコロコロして、あー、なるほど、三つ編みみたいな、そう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 、はい、うん、なんか楽しくない、飛ばなきゃ飛ばなきゃみたいな、あーゲーム性があるよねあるあるある、ハラハラしちゃう、だからそんなのも、もう知らないことだらけですごい嬉しいです。私なんですかね、練習嫌いなのでノムさんってなんか結構そつなく何でもこなしてたイメージがあるの、うんうんうん、コーナーポンポンとか好きでした。あーコーナーの、はい、うーん、色々教えてもらってとか、できるようになったら嬉しいし、うん、できなかったら悔しくて何回もやるし、うん、のは好きでした。うーん、いや今は私はまだ2段目にも飛べないっていう、しかも少し低めなんでしたっけ、そうです、低めのロープの2段目でもピョンといけずに、スネを今、ね、常にやっぱあざだらけの状態なので、この2人得意だよね、コーナーワーク得意だね、そうだね、私たちの時なかったんだよね、うん、私たちの練習に前場の時はコーナーワークがなくて、あと前転後転とかも基本的なことしかなくて、なんかいろいろあるじゃん、それってミヤたちが一緒にやったネオになって練習するようになって、あ、こんなにあるんだって知った感じだったよね、回ったりとかして三半規管を鍛えなきゃいけないのもあるし、前転とか後転で自分の体の使い方を覚えるというか、そういうのからと、やっぱりちょっとこのいきなり受け身、私も昔あのいきなり受け身からだったんだけど、受け身最初にさ練習お願いしますってやるとさ、腰見えない、見える、見えるよね、やっぱ腰飛んだことある、まだないですね、ゲームとかやるとさ、すっごい腰飛んでるとかあるじゃん、あ、脳には多分良くないんだよね、もうちょっと体をなじませてから、バンとかなくても倒立前転とかやるとちょっとずつ使ってってから受け身のが絶対いいと思うから、大事だね、取り入れてるので引き続きやっていこうね、はい、ね、そういうの大事なのいいよね、そうですね、今まだマットの上での受け身の練習なので、ね、直接やっぱりリング上でするようになったら腰が飛ぶようになるんですよね、飛んだら良くないんだよ、あ、良くないんですか、飛ばない方が飛んじゃう時もあったよ、星飛びましたとか言って喜んじゃダメなんだ、はい、すいません、私だったら自分だったらやりかねない、星がゆうとかの飛びがした時はそれ寒いから、あ、寒い、まあ、体温まってないのにいきなりもう浮き身バーンバーンとかやって、おーってなって、あー、体は頭打ってるわけじゃないのに、はい、もうチカチカ、わかるわかる、銀色だよね、そう、銀色だった、銀色だよね、はい、銀色、白みたいな、銀色みたいな、シューってこう、シューシューって飛ぶ、そんなになんか共通のその経験というかあったあったみたいな、あるあるある、できるようになってからの方が飛ぶ感じですよ、最初よりはもう慣れてきてすぐにでも受け身取れるとかなっちゃうと、なんか体がまだ温まってないのにやってとかになるので、なるほどね、今最も気をつけなきゃいけないのは私とかやってないので今、あ、そっかそっか、久しぶりに、久しぶりにやる時とかが星飛ぶかもしれない、飛んだら報告します、 OK 今日飛びました、星を見ましたこれからプロレスラーを目指すゆずきちゃんに2人からなんかアドバイスいただけますか。ハニーとタマの練習って結構きついと思うんだよね、今どういう風にするか分かんないけど、はい、でもよっちゃんのさ首押しとかも辛いけどでも身になるからさ筋肉がね、だから信じて間違いないと思います、はい、これからも諦めずに頑張ってください、わかりました、ありがとうございます、はい、プロレスをやると決めたその覚悟って本当すごいことだと思うので、練習きついとかできないこととかあって悔しい思いたくさんすると思うんですが、諦めずに出るようまで頑張ってください、はい、ありがとうございます、諦めずに頑張ります、はい、はい、ありがとうございます、いい時間だったね、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございます、機会があったら合同練習しますか、お願いします、お願いします、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。はい、では、さようなら。